増偶省とは、宮城の造営、修理を司る、増偶協調とする両下官。大法律令制定時に設置された増偶職が、和道元年に省に昇格したものである。律令制の確立する以前に、増偶官という官司が存在していたが、大法律令が完成する直前の大法元年7月27日に、増偶職に改められた。その後、 平城経営の戦闘構想が本格化した和道元年3月13日に造偶将に昇格して初代作り偶偶に大友で白が任命された。八将の偶のうち最も高い中塚左偶は正四位上であるにもかかわらず造営偶の簡易相当が最高でジュニーとされ、また工事に動員された人種の監督のために造偶偶には 大友氏などの軍事を司ってきた氏族より任命されるなど、センに際して新しい宮殿の造営を重視していた。四等間の下には文みを、少領三子甲などが属していた。なお、宮殿部分以外の都の整備や離宮の造営は別途の両下官視が設置されていた。だが、官武天皇による行政改革と長岡京戦ンに向けた。 組織の再編成を目的として、延暦元年4月11日に、直司将と共に廃止された。その後、平安京戦都時に、藤原小黒丸を長官とする作り風職が復活したが、延暦24年の藤原を継ぐと、菅野間道による特政総論によって、平安系造営が中止された際に廃止された。ありがとうございます。